白、はい、です。今回ですね、えー、実は風力発電ですとか太陽光発電というのは、もう原子力よりもコストが下がってきているよということなんですけども、これは導入量が増えてきているから、供給量が増えてくれば当然ですけども、価格を下げて需要に対応するという形になってきますよね。で、洋上風力発電ですよね、この電力も6円まで下がったという形で。 同様の状況は風力発電でも起こっていると。まあ、こういう太陽光発電と同じようにということですね。特に洋上風力で発電した電力の価格低下が著しい。デンマークの電力会社が2016年6月にオランダ沖の洋上風力発電の電力を 1kW 当たり8000と9円で契約。スウェーデンの電力会社が2016年9月にデンマーク沖の洋上風力発電の電力を6000と約7円で契約。 同じスウェーデンの電力会社が2016年11月にデンマー国の600メガワットの洋上風力発電の電力49.9ユーロ1000キロワット約6円でということですよね。もう価格破壊ががんが起きてるということですよね。で、これから日本でも導入量の拡大が期待できる洋上風力発電の電力が石炭火力を下回る価格で取引されている。すでにヨーロッパでは洋上風力発電が最も安い電力 電源の一つになっているコーベリエル C という話になってますよね。陸上を含めて風力発電の導入量は2015年に大幅に伸びた DWEC= 世界風力エネルギー協議会の統計によると2015年に全世界で6300万 kW に上る風力発電の導入量があり累計では4億3300万 kW に達した。 という形この伸び、見てくださいよ。もう1990年代からですね、80年代からか、じわじわ、ここら辺から90万で,ですけど、2000年からドカーンといってますよね。ものすごい量です。ここのメモリ、左側のですね、ギガワットのメモリっていうのは等間隔ですけど、ここがね、ものすごい勢いで伸びてますから、全然違いますよね。太陽光発電と比べて約 2, 2倍近い。 規模の導入量になっている前年からの伸び率は23%の高い水準だという形なんですよね。で、風力発電では中国の導入量が圧倒的に多く、2015年の累積導入量は1億4500万キロワットこれ、ここを見るとですね、ほとんど中国だっていうのがわかりますよね、えー。累計がここですから、その中で2015年度の 累計導入数は1億4500万 kW。1個後でやっている量がもう半,端ない半端ない数ですよね。数というか量ですよね。米国やドイツでも着実に増えている。ドイツは面積が小さい国にもかかわらず、2015年には,2015年は過去最大の導入量を記録した。この他にインドの伸びが大きく、累積導入量でスペインを抜いて世界の第4位に躍進しているという感じです。こんな感じですね。 はい、で発電コストの低下も急速に進んでいる、グループワークの調査分析によると、2009年から2015年の間に陸上風力の発電コストが半減したと、たった6年ですよ、ね、半減ですから、1キロワット当たりのコストは8.3セント、約9円まで下がって、石炭火力と同程度になり、天然ガス火力よりも安くなっていると。天然ガスよりも安くなっているということなんですよ。 わかりますか、ね、これはやらないと損なんですよね。で契約して、総配でネットワークを取り入れて、ですね、まあ、売電するというところからの調達コストになってくるでしょうけどね、各国でその売電の組織というか、どこが買ってるか、まあ、国が買ってるケースも多いんですけども、電力会社が買ったりとか、いろいろあるんですけど、そういう電力のやり取りですよね、それ自体がもう下がってきているということですよね。 だから、設備の回収にかかるお金っていうのが、結構大変になってくるということではあるんですけども、まあ、電力会社に一切払わなくなるようなこと、例えば工場自体がですね、この発電設備を持つというところも結構多いわけですよね。あるいは市が持つとか、いろいろな単位で持てるということもありますね。どんな団体が持つかわからないんですけどもね、企業が持つケースもあるかもしれないし、 例えば、えー、横浜市が持つとか、青森県が持つとかですね、そういったことも言う十分考えられるわけじゃないですか。でその時に、送配電のネットワークというのがだんだん,だ,んだんだんいらなくなってくるということですよねで。都市部に電力を集中させるっていうことぐらいでしか、今の火力発電とかですね、そういったものの、えー、存在意義がどんどんなくなってきてると。でそれに関してだって CO2 も出るしね、発電コストも高いんじゃやってる意味ないじゃないですか。 だから、もう原子力は廃炉にするべきなんですよ。世界的なこういう流れからですね。早くこういったコストを下げるための発電設備っていうのをどん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 導入するべきなんですよね。で、こういうニュースも全く触れられてないですよね、一般的には。一部でこういうふうに出てきてるんですね。東京で講演してるんですよ、この人が。講演してるにもかかわらず、出てこないということです。コストが下がってきてると。 でくだらないなんか芸能人のニュースとかをバン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 流してることが多いじゃないですか、日本のね、マスメディアというのは。それだけでもうだめだっていうことは、海外にはもうバレてんですよ。日本の人はわからないかもしれませんけどね。あの大手メディア、いわゆるテレビの民放ですとかね、あるいは最近はネットにもそういうところが、ね、じわ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 入り始めてきてはいるんですけども、あのー、やっぱりそういったこう重要なニュースというのがですね、全然入ってきてないんですよ。 といいうか拡散されてないですよねあえてそういったくだらないニュースを流してそちらの方に人々の考えを昔かさせないようにしているというのが今のマスコミの形でもあります。で、これも言っちゃいますけどね、電通がですね、こないだ24歳の、ね、女性の方が過労自殺をしたっていうところに入り込んでますけども、あの電通というのがですねあの、かなりコントロールしてるんですよ、こういうマスコミとかの動きに関して。 ね、広告主ですから広告を引っ張ってくるところでもありますしそこを支配しているところでもありますよねまあその中間バージョンを取っているところでもあるんですけどもまあいろんなところからですね指令が出てるんですこういう広告を流すなとかこういうことをやるなとかですねこういうふうに持ってけとかっていう指示を出してるんですだから電通のところっていうのはですねかなりのお金が集まったりとか力が集まってるんですねだって洗脳できるわけですからね だから、そういう余計なニュースを流さなかったりとか、余計な情報を流さない、で、くだらない情報を流し続ける、それによって洗脳する、あるいは方向性を持ってっちゃうってことがね、可能なんですよ。で、東京地検がやりたかったのは、そういうところに切り込みたかったんですね、実は。きっかけとして、その24歳の新入社員からのね、女性の過労自殺というものにですね、えー、付け込んで、いろんなところをこう調査。 ししたたたたかかっっんんでですすよよ調査分析もうみんな知ってるんです上の方ではある程度だって捜査してる人たちそういう指令を出してる人たちもいるわけですからねだから必ずそういったものが分かってくるっていうのはもう周知の事実だったんですよだけど、まあ、東京地検っていうのもねあのいわゆる上からこう抑えられてる部分ではあるんですけどもね最近だとオスプレイっていうのがね沖縄の洋上で落っこちましたよね でももうなんかすぐに再開とか言ってるじゃないですか。はって感じじゃないですか。何それって。ちゃんとした事故の原因とか説明もなしに、しかもアメリカ軍が部品を回収してですね、やっちゃってるわけですよね。だなんであんなふうなものが可能なのかということなんですよ。世界の他の国では考えられないですよ。特に先進国ではね。もっと大々的にバンバン言ってですね、アホみたいなことをやらせんなっていうふうにアメリカ軍に抗議するはずなんですよ。ね 下手すらあ、あれだって、沖縄の人たち死んでたかもしれないじゃないですか。街中に起こってたらね。それなのに、もうオスプレイっていうですね、飛行機自体が、もう前からですね、あの、かなり問題があるっていうのを知ってたわけですよ。みんなね。他の国はもちろんそうですし、開発の時代、自体で何回もね、起こってんですよ、あれ。だから本当はやばい飛行機なんですね。 それなのに実戦配備をしてスカモル訓練飛行をバンバン沖縄でやってるしかも一回起こってのにどんどんまたやってるっていうねアホじゃねえのっていうことをね繰り返してるわけですよでなんでそういうふうなことをできちゃうのかというところがあのー、今度下の方にですね本で私すごい分かったんですけども基地と原子力の、えー、ああいう方向性がですねなんで日本 人の一般的な感覚から言ってもですねおかしいんじゃないかっていうところねねじ曲げられちゃうところが実はですねその日米合同委員会っていうところがですね決めてはいるんですけども米軍の言いなりだったんですよねあるいはアメリカの政府の言いなりだったっていうところがそれによってねあの米軍の公文書によって公表されたんですね日本の人たちは全くそういうこと言わないんですよだって不利になりますからね電通によっても抑えられてますしね そういったところがもう本で出されてるんですよ。だからあえて私も言ってしまいますけど、その本については下の方にリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひご覧になってみてください。ちょっとね、読みづらい感じにはなってるところもあるんですが、非常にですね、日本の深い構造っていうのがですね、よくわかります。憲法によってですね、憲法より上の組織というか、 ルルールがあるんですねそこを変えない限り、絶対無理なんですよ。で、これをやってもらうには、もうアメリカのですね、今、この大統領にもうすぐなると言われているトランプさんに、早く米軍撤退の命令を出してもらうしかないんですね。戦争をやめる方向に持ってってほしいというところで、えー、持ってく方向にうまくいってもらうしかないんですよ。 そうしないとですね、この日本に救っている米軍組織ですとか、それにね、付随しているいろんな組織、官僚組織というのの解体が進まないんですね。それをしないと、まあ、憲法改正もクソもないわけですね。本当そうなんです。この本を読んで、本当恐ろしいことが起きてたんだなっていうのがね、わかりましたね。はい。まあちょっとね、話がだいぶ逸れてしまったんですけども、 まあ結局ですね、こういったものを入れられないっていうのも、原子力の政策っていうのがですね、まあ、そういった日米合同委員会っていうものによって決められているわけです。憲法を超える超政府組織というか、あの、まあそういった、なんていうんですかね、うーん、何かを超えている組織なんですよね。そういったものによって動かされているので、こういったニュースが出せないということもそうなんですけども、出したところで変えられないという。 恐ろしいですよね。オスプレイの例を見てれば、本当によくわかるんですよ。日本の政府って何もできないんだなっていうところです。ね、日本の市民団体も、市民団体もですね、いくら暴れようが何をしようが、もう力技で抑え込まれちゃうっていうことなんですよ。力技で抑え込まれちゃうんですよ。そこを皆さんですね、なんでかっていうところをね知ってください。知れば、それに対しての動きというのがやっぱり分かりますし、 このまま日本がどうふうになってしまうのかということがよくわかるんですよね。はい。全くね、そのことに関してもですね、本当怒りしか出てこないんですけども、まあやっぱりこういったところの理由、あの、政府から出せないなかなかまあね、一部的なちょっと細かいニュースからのこういった導入、海外からではこういうふうな動きがあるのになんで日本ができないのかっていうところの理由っていうのがですね、 その本にによよよよっってて相当よくわかるようになってますよだこれはまたあの下の方にですね前にもちょっとご紹介したんですけどなんで日本はアメリ、えー、米軍の、ね、基地と原子力をやめられないのかっていうタイトルだったと思うんですけどちょっと間違ってたらごめんなさいね、まあ、その本もう強力な本ですけどもねでももう順番分売れてるんですよだもうそれぐらいの人が見てるでしょうし下手したらねその本を回し読みしてる人たちもいるでしょうからね あの本当にですね、一回ちょっと読んでみてください。ちょっとね、一回だけで読むとですね、なかなか理解できないっていうか、今までの常識と全く違うことが書かれてますので、素直にちょっと受け取れないかもしれないんですけども、何回か読むとですね、本当によく分かってきます。はい、えーとですね、ちょっと熱くなってしまったんですが、とても大事な話をさせていただきました。で、私もですね、まあ、 世界的な流れからいけば、ですね、いつかはそういった日本の体制、日米の体制っていうのも崩れてくるんじゃないかと思いますし、みんながみんなそういったことをか、ね、知ってしまえば、あの日本に作ってるんですね。そういったアメリカ側の人間たち、でそういったものをアメリカに,に提供してしまう人たちの利益構造とかですね、思想とかですね、行動っていうのがよく分かるようになるんですよ。ななんんでこんなことと。をやってるのかとね どうしてこういうふうにアメリカに盲信し,してるような形でね従属的にこうできてしまうのかっていうところはまあいろんな理由があるんですけどやっぱり戦争に負けてからですねいろいろ仕掛けられてきてたっていうことなんですよねそういうふうに向けられてたっていうことなんですだからそこら辺のね構造をまず知るというところなんですよで皆さんがあの周りにですねいらっしゃったらでいいんですけども今から 今の年齢ですね、まあ、80歳以上の方ですよね。戦前の話ができる人にぜひ聞いてください。今、話を聞けるのは、実際に生きてきた人たちが一番よくわかってると思うんですねで。そういう方たちも高齢になってですね、うまくしゃべれないし、過去の辛い記憶です、ね、しゃべるのを嫌がる人もいるんですけども、いやぜひ聞きたいんだと。 その人のね、お孫さんであり、ひ孫さんでもいいです。あるいはお子さんでもいいんですよ。で、身近な方からですね、ちゃんとしたそういった体験を聞くというのはですね、本当にすごいことですよ。戦争の体験。今ですね、日本がちょっと前まで向かってたその戦争に行きそうな体験というのはですね、彼らはもう実際に体験してるんですね。子供の頃ですよ。3歳とか4歳とか5歳とか6歳とか。 でいきなりもう学徒動員でですね工場に行かされて弾を作ったりとか戦車のエンジン作ったりとか飛行機の羽を作ったりとかそういうことをやってた人たちがいっぱいいるわけですよ。ねパラシュートを縫ったりとか日本の軍服を縫ったりとかですねそんなことをやってたおじいちゃんおばあちゃんたちがねいっぱいいるわけです。でおじいちゃんに立ってはですねまあ子供だったけれどもあのお兄さんはお姉さんがですねお兄さんたちがですね学徒動員で まああの学徒とい,いんじゃないや、要するに戦争にね徴兵されてって行った人とかそういった話っていうのはねもうものすごく鮮明に覚えてますよ。子どもの頃の話ですからね。でなんでそうなってったのかっていうところをその人たちの言葉からもですねよくわかるようになります。それで再度その本を読んでみていただくとああそういう形でこうやって日本っていうのは方向性をつけられてしまったんだなっていうのがですねよくわかると思います。 これね、戦前生まれの人と戦後生まれの人で、全くと言っているぐらいね、感覚が違うんですよ。これは本当に違うと思いますね。だから、貴重な経験をですね、あなたが今できる立場にあるんであれば、すぐにで、ね、も、そういう方たちからですね、経験というか対談というかですね、あのその時の話をじっくり聞いてください。これからお正月になってですね、あの帰省される方もいらっしゃると思います。 で、ゆっくりね、まあ、親子でお話しする時間っていうのもいっぱいあると思います。そんな中でね、こういう血生臭い話っていうのをね、聞くっていうのはどうなのかっていう部分もあるんですけど、もうね、そういう80代から上の人たちがですね、いつまで生きてるかわからないんです。で、どん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 減ってるわけです。で、そういった貴重な経験をね、話せる機会もなくなってしまうんですよ。親子ぐらいしか話せないですから、そんな血生な臭い話っていうのは。私はですね、ちょっとそういう方たちとね、 お話しする機会っていうのが結構多くて本当にすごいんですよその時の体験の話っていうのを聞くともう人それぞれですけどもねあのー、やっぱり戦後のその動乱の時期ですとか、まあ、戦前のですね本当にこう狂心的に日本が動いていく様ですとかね英語を全く使っちゃいけないなんていうのはね本当にすごいですよ で、周りの人たちもですね、やっぱりその戦前のその戦争に向かっていくっていうところで特攻警察がやっぱりみんな目に張ってますから、そんな中で,ですね、変なこと言っちゃいけないとかですね、そ,そういうところの怖さっていうのもいっぱいあったみたいですよね。だから、そこの部分の話というのをですね、本当によく聞いてみていただくといいと思います。で、その機会というのはね、どん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 減ってきてるわけなので、 そういう生の声聞くというのはね、ものすごくやっぱり体の中に入ってきますよ。感覚として。だから今のうちにですね、まあ今年の正月に帰省した時でも構いません。もしそういう方がいらっしゃるんであれば構わないんですけども、ぜひ聞かせてくれと。そういう話を聞かせてくれと。こういう本をね、見て、あのー、実はすごく感銘を受けたんだというところなんですよね。で、こういったニュースからもそういったところがですね、もう、 水面下で動いてるっていうのがね、分かっちゃうんですよね。そういった行動を見てくると。だから、早めに気づいてですね、こういうおかしなことを早くやるなと。早く再生可能エネルギーでどん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 やってった方がいいんだよと。で、今世界的にはですね、もう電気の自動車、電気の電動バイクとかっていうのは、中国でもそうなんですよ。相当走ってるらしいですから。日本でもちょこちょこは走ってますけど、 まだまだ全然導入量が少ないわけですよ。でもね、本当にスクーターなんかは、一日に走る距離なんていうのは、まあ、せいぜい3、40キロだと思うんですよ。走ったりしてたとしても。だから、毎日の充電でも十分行けちゃうわけですよね。その時の電気代なんて大したことないですよ、本当に。で、ガソリンスタンドがやっぱりちょっと困るかもしれませんけれども、そういうものをですね、例えば税金をほとんどゼロにして、 どどんどん導入してしてまうとか一時的ですよ期間限定の措置でそういった動きはかなりできるじゃないですか。ね本当は力を持っている公明党さんとかにそういう提案をしてほしいんですけどね私なんかはねでもなかなかそういうのはね理解しているっていうところがまずないと難しいと思うんですよね。で世界的なこういった流れというのをこう見ながらやっぱり まずは知ってもらわないと本当にどうしてなのかっていうところがよくわからないですしなんでそういう政府の意向なのかとか米軍の言いなりなのかっていうところも全然わかんないですしねあの話がほんとそれちゃったらなんですけどでもねこう電気の話とそういう政治の話ってねすごく密接に関係してるんですよ。うん他の部分でもそうですよ。いろんなところがねこう密接に関係してるんですけどもそれは自分で考える力を持つ前に知らないとダメなんですよ。 知らないいううな,らないとんでだそういうふうに切りをかけてですねわからないようにしてるのが日本のマスコミなんでそこをまずね知ってですね本当なのかどうなのかっていうところで知った上でじゃあこれがこういうふうな本当の勢いであればどうやああじゃあこれで規制されてるのかねとかですねあこういったニュースで気にかけられてるなっていうのがですねよーくわかるようになるんですよね。 だそこの部分を皆さんが一人一人ですね、理解できるまでは、まずはどん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 貪欲にですね、知ってもらうということがすごく大事だと思います。一部で気づいてる人もいますし、もうネットではですね、相当そういった情報は飛び交ってます。まあ、世界中ではね、そういったものがもう飛び交ってますから、当たり前の常識な事実なんですよ。ね。だから日本は実は情報鎖国だっていうふうにね、 他の国の人からですね、あの、長年いる人なんかもそうですし、すぐね、ばれちゃうんですね。だって、おかしいなっていうのはすぐ言うわけですから、彼らは。知ってるからね。でも、日本人だって知ってしまえば、じゃあ、ね、おかしいじゃんって言えるわけですよ。で、みんながおかしいじゃんって言えば、本当にそういう人たち動けなくなりますから。ね、原子力を進めたい人たちとかね。うん、だって、勤めてる人もいるわけでしょ。 勤めてる人が例えばお父さんがそういうところに勤めてて家族中が反対してそんな会社辞めちまえよっていうふうに言えばそれも全員の家族でですよ他のねあの社員の人たちの家族も全員で言いまくればね原子力の発電所にそういう人たちが勤まらなくなるでしょで動かせないじゃないですか。ねだからまずはみんなが知るってことですよ子供から何から奥さんから。 で、稼いでるそこの部分も、ね、発展していったらどうなるのっていうところでしょう。で、もしですね、東電とかに勤めてる人が周りにいたらですね、もうそう膨らんだ時にするぐらいにですね、戦ってもいいと思うんですよ。ね、上が無理だったら下からやるんですよ。横からでもいいんです。斜めからでもいいんです。とにかくいろんな方向でこうやって攻めていかないとダメなんですよ。 その,割そのためにはまず知ってもらうってことがすごく大事です。本当にそうなのかマスコミの言ってることと違うじゃないかで、大学の教授の何々さんが言ってることと全然違うじゃないかそうかもしれません。だってその人だって知らないかもしれないですからね。あるいは知った上で私たちを洗脳するために動かさせる、動かされてるだけかもしれないんですよ。本当に怖いんですよ、この話題っていうのは。でも、じわじわと 理解している方たちが増えてますけど、まだまだですね、少ないと思ってますので、ぜひね、この話題っていうのをですね、しっかりと考えてみていただくといいと思います。はい、えー、っとですね、ま、ああの、洋上風力のコストが減ってますよっていう話だからね、何飛んでんだ、このバカみたいな感じになってしまいましたけど、何話してるの、お前って、ちょっとおかしい、頭おかしいんじゃないのかっていう風にね、思われるかもしれないんですけど、 でも実はその本を読んでみると本当かよっていうところがですね最初は本当に疑問で理解できなくてこの人が嘘言ってんじゃないかなっていうぐらいえっ、ー、っていうぐらいねものすごいすごいショックな話題がいっぱい載ってるんですけどもまずはなかなかねこう腑に落ちない部分がいっぱい出てくると思うんですけどそういった本をですね読んで自分の知識としてまず知ってみてください。 でそのフィルターをかけた上で、いろんなニュースをまたね、見てみるといいんですよ。そうすると、あれなんかこれおかしいぞっていうのはですね、必ずいっぱい出てきますから。本当にね、うまく切りかけてますよ。今のマスコミっていうのは。うん。ものすごい計算されて出てきてますよ。さすがにね、頭いい人が入ってますよ。本当にうまいです。ちょっとでもですね、そこの方に引かされると、すぐ流されちゃいますね。 注意しないと。だけれども一度知ってみていろんなところを検討して自分でですね見ながらこうやってやっていきますとあれやっぱり操作してるなとかあやっぱりこれつら洗脳かけてきてるなっていうのがですねよくわかるようになってきますまずは知ってみてください知ってみていろんな情報を自分なりに処理してみてくださいでそういうことの事実を知っている戦前生まれの方にいろいろ話も聞いてみてください もうね、戦前どころかですね、本当に言うと、明治維新ぐらいからですね、そういう操作が少しずつじわじわ始まってるんですよ。始まってるんですね。これもね、いろんなところを見ていただくと、ああ、そうなのかっていうのがですね、ものすごくよく分かりやすいようになってきてます。で、じわじわとこう、事実的なものがね、歴史の事実なんていうのはですね、そうやって塗り替えられちゃうこともいっぱいあるらしいんですよね。これは私も、 まだ全部検討してるというか見てるわけじゃないんではっきりしたことは言えないんですけども歴史の教科書っていうのもですねそういったところでは全部信用しちゃいけないんですよ。自分なりにこう情報のソースをですねこう見,て見てきていろいろ総合してきて検討してみないとあるいはいろいろ調べてみないとわからないところです。誰が何を正しい位置で言ってるのかっていうのをね本当に最初は分かんなくなります。頭をパニックになりますし混乱してきます。 けれども、なんでこういうソースが今出てきてるのかっていうのがですね、ものすごく重要なことではあります。私の話をですね、まあ100%信じられない人もほとんどだと思います。でも、これは私が言ってるんじゃなくて、他のもっと調べた人たちが言ってるんですよ。いや、それも一人や二人じゃないですよ。何十人、何百人という方がですね、声も上げられずに、ずっと我慢してたんですよ。 声を上げた瞬間にですね、叩かれますからね。今、そういう時代なんですけれども。でもですね、個人が一人一人がものすごいこういうじわじわとこういった情報がうわっ、うわっていろんなところでね、こう火がつくように、いろんなところで発火してるんですよね。それをですね、少しずつ拾っていくと、とんでもないことが今まで起きてたんだなっていうのがですね、よくわかるようになります。これはね、 本当に、ね、面白いというかですねやっぱり日本,は日本人は一人一人がこう覚醒すべきだなっていうところに私はすごく感じてます特に若い人はねあのー、これから大変だとは思うんですけどもこういう事実が流れてしまえば日本全体がですね変わらざるを得ないと思いますでその変わらざるを得ない時に変わった時に今まで培ってきた他の日本のいろんな要素というのがですねまた世界に誇れる部分がいっぱい出てくるんですよ。 でも政治的なもんに関してはですね、本当にまだレベルが低いですね。日本というのは。政治の話っていうのをですね、友達同士とか親子ですとか、そういった形でしないじゃないですか。なんかタブーにされてますよね。タブーにさせられてるんですよ。なんかね、人たちとそういう人たちといろんな人たちとね、政治の話をしたりとか、こう権力の話をしたりするっていうのは、タブーにさせられてるんですね。 ここがポイントですよ。タブーにすることによって、ああ、あいつなんか頭おかしいやつだよねって思われたりすると、みんな言えなくなっちゃうんですよね。でも、そういうのがこうネット上でですね、えー、文章になってたりとか、音声で発信してたりとかする人がですね、じわ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 っていう感じでですね、だんだん増えてきてます。そういうのをね、いろいろ仕入れてみるだけで、本当のことがっていうのがね、じわじわ分かってくるようになってくると思いますので、 ちょっと熱くなってしまったんですけどもここの動画をね最後まで見ていただいている方にだけこういう話をしていこうかなと思いますので是非ですねあの皆さんもいろんなところからですね自分なりにちょっと情報収集してみてください最初は混乱するし迷走すると思いますだけれども話の内容をねいろいろまとめてみたりとか軸になる本というのを少し決めてですねしっかりと読み込んでみたりとかするとうん、えー これは根深い問題だなっていうのがね、本当によくわかると思います。はい、えー、本当にね、これでもう最後にしようと思いますけれども、こんなにね、長い話をね、最後まで聞いていただいて、本当にどうもありがとうございます。でも、皆さんがね、ここまで聞いていただいているんであれば、何かね、何かこう気づくきっかけになってくれればいいなと思って、ちょっと私も、あの、熱く、ちょっと脈絡なく話をしてしまったんですけども、何かこう、引っかかる部分があったら、 ご自分で調べてみて、あのー、見てみ見ください。本に関してはですねちょっと下にリンクを貼っておきますので興味ある方はすぐにねちょっとこのお正月ですね今年末で忙しいと思うんですけどもご覧になってみてくださいはいどうも最後まで聞いていただいてありがとうございます失礼いたします